府中市立府中第一小学校は、東京都府中市に位置する市立小学校。校長は、関周一。1873年創立。学生発布以前に設立された伝統校である。学級数は20学級、言葉の教室は2学級、児童数は716名、都教職員32名と、市職員2名の計34名である。武蔵府中京都。 カルタで読まれており、標識がある。明治6年に、育養、生計、姿勢、有林、常久、高堂、地震、明林、啓蒙の、各学者が開校、旧府中町立府中神城高等小学校校舎は、北玉群最大級の規模となった。1979年まで使用された。上から見ると、カタカナの、異なる2階建ての木造河原武器校舎は長く、 使用され、新校舎落成に伴い旧校舎中央部分である。玄関周辺が、府中市郷土の森博物館へ、一区復元され、展示されている。校舎南に、現在の国道20号が開通した際、生徒の往来安全のために、歩道橋が設置された。全日本古敵バンド連名府中一小赤箱古敵隊。1964年から続く長い伝統を持つ。 登校生徒による、個敵隊である。芸術だけではなく心を磨く活動となっている。東京都より表彰を受けている。府中市桜祭りにおいて桜祭りパレードを行う。府中市民体育大会の開会式、府中市福祉祭り、秋の交通安全パレード、青小隊四地区音楽会で演奏を行うほか、各種イベントにおいても披露している。ありがとうございます。